鳥越城は石川県白山市三坂町にある中世の日本の城石。大日川を挟んだ対岸に位置する二極城と共に国の史跡に指定されている。史跡指定名称は鳥越城石府二極城跡、鳥越城付近のステレオ空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成手っ取り側と第二川側の合流点に位置する、丘陵先端部を利用して築かれており、標高は、主角部で312メートルある。面積は、東西400メートル、南北1200メートルに及び、頂上を中心とした7箇所の主要なクルワーで構成される。角は、本丸、二の丸、三の丸、五二の丸、五三の丸などと名付けられ、空堀や土塁を挟んで、 尾根筋を巧みに利用して配置されていて、それを腰角が囲む。白山独山内総将の旗元鈴木では守るを上司とし、天正初年頃、織田信長による加賀一向一気倒滅の経路が図られる中で、門徒集団である山内州の抵抗の拠点として築城されたもの。天正8年、織田方の柴田勝家軍によって落城し、 山内州の首領鈴木一族は滅ぼされる。その後この城は、小田方の吉原次郎兵衛の管理下に置かれたが、白山独門との抵抗は続き、攻防戦が展開された。しかし、天正10年3月1日、小田方の佐久間森政によって鎮圧され、304人が張り付けに処せられた。この城は、 加賀一行一揆の栄光と挫折を最後まで担い続けた白山独門徒たちの記録として歴史上の意義を持つ。発掘調査をもとに門や石垣が復元されている。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。ありがとうございます。